だから私はね、厳選に行きます。皆さんご覧ください。ドン。でこの方たちっていうか、まあ、ジャック、ジュン、エテキチ、ドレミはいるんですよ。でモニカもいる。でうちのね島の条件、ミスズもいるね、うちの島の条件がありまして、動物は被らない、そして性格もジョ・ダン・ゴー・ゴーで、なおかつ性格かぶりは一匹同士だけ、だから性格も全員いる状態。これがねうちの甘党のルールです。で甘党において、甘党においてっていうか、まあ厳選、それは何か、そう、結婚。厳選、それすなわち結婚ということです。結婚相手をお迎えに行く形です。バチェラー、バチェラーではない。結婚相手を見つけるぞ。おー、はい、1回目。僕らばかりディープとばかりダブルカラバラは TikTok、 僕の花嫁さんをお迎えに来ました。どうも甘いです。うわ、何、誰、アザラク、怖い、ブラッキーみたい。お国がバカとくちきのかなから YouTube、 ティカロエナバケティキのバレレレレレレレ YouTube プレミアム。あ、左にいるね、誰だあれ、これ何、あれ、みぞれ。はい、おおおお、3回目は多分来ないと思うんだよね、誰も多分。あ、サメいるやん、サメ。行こう行こう行こう、誰だろう。ああ、このケツは、このキューティクルのケツ、え、早っ、ごめんみんな、終わったわ。いや待って、早いって、3回目早いよ。ちょっと待ってよ、もしかしてお前サバイバル生活を体験しに来たのか。へへ、実はオイラオなんだ。銀河かわいいねお前。やったーい、シモクザメもアマトウに連れて行こう。シモクザメもアマトウに連れて行こう。シモクザメもアマトウに連れて行こう。すげえ、マジでサメじゃん、マジでかマンボウ、うーマンボウ。はい、ということでね、あ、ちょっと、はい、ということで銀閣来たね、めっちゃ嬉しい、普通に。バキテガオラルケンジャブルレゴラダブリキロネットフリックス。え、でも結婚の服着たのに。じゃあさ、今度はさ、あれ着ようよ、あのドレス、あの次の源泉は俺女のふりするから、それで釣ろうぜ、じいさん、女声出すから。俺女声出せるの、いくよ。こんにちは、こんにちは、一緒でゲームしたいです。ねえ、ふぅふぅふぅとか言ってればいいんじゃないの。ふぅ、あ、強いな、ゲーム下手なんです、ゲーム下手なんです。これで釣るからさ。待って待って、初めて足が速いやついるかも。ここで、ここ、はい、わっ、あ、でも捕まえられんな、なんだこれ。あ、コウモリダコだ。みんなそんな速くないじゃん足。なんかさ、俺のこと騙そうとしてさ、なんか全然追いつけないよ。アマルさんじゃ無理だよ、君みたいなツーブロバカタコじゃ無理だよって言われてたんですけど、普通に捕まるし、俺の速度で捕まりましたけど。で皆さん、これで晴れて8月のねやつ、取りこぼしゼロです。海の幸で、魚で、昨日もう地獄だったの、もうね後半死んでたんですけど、生放送しながら。あー、取れたー、くわー、あー、眠りかけていたその時捕まえました、ヘラクレス。ギラマの焦げで食えた、やっと会えた、くっそ、何時間かけんだよこいつマジで。生放送しながら死んで、今日死者蘇生で生き返ったんですけど。
はい、これで、8月取りこぼしゼロと。いやー今日も働いたわ。純寝てる。ここで、でここ俺の庭なんだよ。家20個分ぐらいの広さあるんだけど、俺の敷地ね。でちょっとパーティーの準備します。昨日ね渋谷行って買ってきたんだよ。渋谷行ってで買ってきたんだよ。スクランブルタワーで緑が好きっていうリサーチ。あやっぱりみんなタンプルっていうのはやっぱりリサーチしてね。やっぱその誰何が欲してるかということでね、リサーチしました。かっこ視聴者さんが全て教えてくれたこれですね。これかわいいっしょ。モニカ似合いそうだし、しかも緑なんよ。これ買ったんですよ昨日渋谷で買ってきました。これを今から包んでねプレゼントしたいと思います。まあね一回着ちゃったっていうのはもうこれはもう着た感じもね大事なんで。さあ喜んでくれるかな。まあ喜んでくれるっしょと。その前に売っていきます。やっぱルイ友だからさね、ルイは友を呼ぶって言葉があるから。あ、危ない危ない。マリンスーツうないよ。何言ってんのマメキチ。お前潰せよそのままプレス機で。多分やっぱルイ友だから界隈が多分ね似てるんよ俺の予想ね。モニカが誕生日なので、モニカの家に多分集まってんのはミスズ、ジャック、ジュン、ドレミ。モニカに来ました初めて。え、どんな感じなんだろうマジで。ね、一人ってね。こんな感じなんだ。俺も回ろう。わーい。意外と質素なんよね。わーい。もっといっぱい人いると思ったけど、わーい。意外と質素だ。これ永遠やってたん朝から。無理か。じゃあ今日来るの指折り数えて待ってたんだ。だって楽しいことしか思いつかないもん。モニカいくつになったの？それだけ教えて。プレゼント持ってきたに決まってんじゃん。はい、おめでとう誕生日。今開けるの？お、今開けるんだ。モンテーパーカーじゃん。期待してよかった。これ大事にするからね。喜んでくれてよかった。うん。さあじゃあ早速パーティー森借ります。早送りしたら結構気持ちいい映像になりそうだな。あー確かに10日の家紋作ってくれれば誰かが6ブロックぐらい使って、しかも周りも白にしなきゃいけないから大変だと思うけどね。真ん中に家紋できたらちょっとかっこよくない？早送り気持ちいいですか？それはやばい。それはようやくアマトとしてのあれが出てくるね。確かに誰か作ってください。待ってます。6ブロック8ブロックぐらい使ってないから10日の家紋ある。嘘。え、でも真ん中10日蹴ってもさ、家紋の周りも込めるじゃないとダメじゃん。大きいやつだね、大きいやつ。おーいいんじゃね。よし、あとはここから獅子落としとか池を彩っていきたいんだけど、俺も適当に配置するだけで絵になるでしょこれ。ほらそんなことない。これルールわかんないんだけど、本当はこの辺ね池が欲しいんだよね本当は。でもだいぶいいんじゃない。この辺の緑若干やっぱどうしても気になるけど、まあまあだいぶ雰囲気出たね。でもねだいぶ綺麗。この石の配置の仕方マジでわかんないけど、すげえ。これ今ね花をねもらったんですけど、あー露天風呂ね。あ、なにこれ刑務所かな。すげえ。ここキャンプいいね。あーこれいいね、バカンスっぽい。ここも綺麗なんですよね。金閣と銀閣いるの？マジかよ。これアマルサードになってるんだね文字が。あー本当だ、アマルサードになってる。すげえ。おい T-REX、 おいトリケラ。あ、バーじゃんこれ。おーすごいな。だからか動く化石？は？何それ？どういうこと？動くのあれ？顔のとこ動く？そうなんだ。すげえ。すげえ、なんかおしゃれなバージョン。あーなるほど。あ、この色にできるんだ。おしゃれあれ。あれ、アネモネ撮ってないよ俺。これバーだね。これ何これ？コストコかなこれ。フリーレンタル。マジ？あ、これ可愛いね。この、のれん、のれんじゃない？これ。え、なんかゴミあるじゃんこれ。ゴミあるよここ。ここ庭？ああなるほどね。すげえな確かに。そう考えると。こうやって高低差つけて庭にしてんのね。えらいね。俺こんなに住民に庭あげないから。すごい。奇抜。YouTuber。YouTuber だ。何でもないです。バイバーイ。ありがとうねー。